片タ金王とは清氏が定めた中国の歴史上初めての正式な国家である。中国の伝統的な旋律を用いて、この衛閉校館の広氏が作曲し、七子とゼックを用いて元福が作詞した。片タ金王が正式に国家として採用される、以前にも外交儀礼上国家が必要とされる局面はしばしば訪れた。その際は、不天楽や、 リチュードを楽など昔からある古曲が国家に見立てて演奏されていた。国家制定の動きは中英大使の任に当たっていた。ソう、サムサワが欧州諸国において儀礼に再始時刻の国家を演奏する習慣があることに感動し、国学草案を創上したことに始まる。しかし、この時は認可されなかった。新国内で対外儀礼が増えるに従って、 国家内しはそれに準じる楽曲の必要性は高まっていったのだが、正式な国家はなかなか制定されず、新成陸軍の軍歌である小流旗が国家に代わって演奏されたりした。形金王の総ずり公弱不戦闘3年10月4日、形金王がようやく新国政府によって正式な国家に採用されたが、そのわずか6日後に、 武将放棄が発生し、侵害革命が勃発。翌年には、戦闘帝の大尉により、新朝自体が崩壊した。片たし金王は、国家として制定されてから一年とたたずして、その役目を終えることとなった。元福自身による英訳。ありがとうございます。